早々のフリーレン、さすがにフリーレンの誕生日ケーキでかすぎない？これ10人いても食べきれないだろう。ろうそくの数は仕方ないにしろ、なんでこんなにケーキでかいんだよ。いるじゃないか、たくさん食べるのが左に。フリーレンも結構食う方だからな。ちょいちょい食いだめとして山盛りの肉食ってるし。フリーレンも大食いだし、普通の10人イコール1フェルンだから。基本的にバカみたいにでかいんだよこの世界の料理。これが遠近法か。てかフリーレンの誕生日いつなんだよ、教えてくれよ。ケーキだけじゃなくチキンとかもテーブルに乗ってるからどんだけ食うんだよと。あれれ、ろうそくの数が全く足りてないぞ。ここ持って欲しかったなと思わなくもない。フェルンとシュタルクで用意するシーンとかあったはずなんだ。よく見たら食材に使うようなろうそくをケーキにぶっ刺しててくさ。ろうそくは何本立てればいいんでしょう。わかんない、とりあえず大きいの買っていこうみたいな会話はあったと思われる。1本50年計算とか何種類か使ってそう。年齢考えたら小さい方ではなかろうか。これミディのチキンと比較するとやばいな。なんでメインよりでかいんだよ。フリーレンも1食でステーキ10枚くらい食うし、全員甘いの好きそうだし、いけるいける。フリーレンが誕生日のたびにでかいハンバーグ用意してくれるから、誕生日をでかいもの食う日だと学習しちゃったじゃねえか。ヒンメルパーティー時代もフリーレンの誕生日祝ったりしたのかな。その頃のフリーレンは誕生日とかどうでもいいって思ってそうだけど。ヒンメル時代の誕生日の話はアイゼンとの思い出でやってるよ。あの内容からするにフリーレンのもやってるんじゃないかな。ろうそく1本が何十年単位なんだろうな。ケーキはでかければでかいほどフェルンが喜ぶからね。半分はフェルンが食べるし、残りの半分の8割はフリーレンが食べるよ。原作のレストランとかでの注文量的にはフリーレンの方がフェルンよりも食べるっぽいんだよな。ステーキのとこだとフェルンはスイーツしか食べてないから、スイーツを食べれる機会があればスイーツを優先的に食べるのかと思ってる。食う時の最大値が一番低そうなのが一番運動して体鍛えているであろうシュタルクなのおかしいよ。魔力が大きい人ほどよく食べる説あると思います。描写がないだけで普段一番食っているのはシュタルクってのはありそう。ただ甘いものは大体フェルンに行く。年齢通りにろうそく刺してたらもうケーキじゃなくてろうそくの集合体になってるよ。さながらたわしだな。シタルクは戦士でジャンボベリーパフェを小さいと言い切るほどの大食感だぞ。胃袋もアイゼン並みに決まっている。めっちゃ食う、結構食う、そこそこ食うだから問題なし。フリーレンは食いだめするときだけ大量に食って、フェルンはひっきりなしに食ってるイメージ。フリーレンのために作られたケーキの大半を平らげるフェルンか。マーステーキの時にフェルンはでかいパフェとショートケーキとパンケーキ食って、たしこのくらい余裕だろう。バカデカハンバーグ食い尽くす3人集団、面構えが違う。大人になれば小さく感じられるようになるさ、きっと。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。